こんにちは、江戸部講師です。今日も部屋の中でできるボールコントロールを紹介したいと思います。今日の練習では、エラシコという技につながるようなボールコントロールになるので、ぜひ、やってみてください。はい、こんな感じです。簡単に解説すると、ボールを足の小指と薬指、中指ぐらいのこの付け根あたりでボールを押し出していきます。で、ずっと押し出していくと触れる限界というところが来るので、そこでボールをキャッチします。キャッチするときも、この足の指先の部分、この足の指先の部分を使ってキャッチします。そして今度左足の方にボールを戻します。で、同じようにボールを押し出してキャッチ。それを戻します。それを続けてやっていくと、こういう感じですね。になります。で、先ほどお伝えしたエラシコという技なんですけども、こうゴム、輪ゴムという、こう意味合いで、ボールをこう弾くっていう意味なんですけども、ゆっくりやると、ボールを動かして、ポンって弾くっていう技になるんですけども、この練習では、ボールを押し出してキャッチから動かすだったんですけども、最初の導入でこのボールを動かして相手を揺さぶるっていう動作がすごく似ているので、このボールコントロールができると自分の足がどのぐらいこうボールを押し出せるのかなっていうのを知れるので、それにつながってくると思います。エラシコという技もギリギリまで相手を揺さぶって弾くっていう、この緩急を使っているのがすごく相手にとっては効果的かなと僕は思っています。僕もスクールで、練習するとき、みんなに練習するとき、エラシコを使っていると思うんですが、ゆっくりから相手の重心を動かして弾く。このタイミングですね。これは自分のタイミングなので相手はわかりません。なので、この相手を揺さぶる動作がしっかりできると、相手はついてこれないで逆を取られてしまうということになります。その導入部分として、こういう自分の足がどのぐらいボールを届くように転がせるのかっていうところですね。ギリギリまでボールを触るっていうことがすごく大事になります。ギリギリまで触って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 キャッチ。触って触って触ってキャッチ。でこの時も、こういう風に体重が後ろに乗ってしまうと次の動作は絶対にできないので片足で立っていいバランスでどこまでボールが押せるのかというのはすごくいいポイントになります。この立っている状態がこうなってしまうとボールは触れません。次の動作は動けません。次の動作ができません。なので立った状態で、失敗。立った状態で、次の動作がすぐできる。次の動作がすぐできるように練習していけるといいと思います。エラシコにこうつながるようなボールコントロールの今日は練習を紹介しました。まずは得意な足だけでもいいと思うので、右の足だけでもいいと思うので、このように練習してみることをお勧めします。ぜひ練習してエラシコまでマスターできるように練習してみてください。それでは。最後までご覧いただきありがとうございます。これからも動画配信していきますので、
チャンネル登録と高評価ボタンでクラッキチャンネルを応援してください。よろしくお願いします。